ニブフ、ニブフは、日本やロシアの少数民族。多くは、カラフト、大陸アムール川下流域に住む。ギリアーク、複数形ギリアーキは、ロシア人がこの民族に与えた名称である。大陸では、ニブフ、カラフトでは、肉群と呼ばれ、人を意味する。コシベリア諸語の一つである、固有の言語ニブフ語を持つ。アイヌ、ツングース、 満州系所属やモンゴル系民族とは別系統の民族である。二部府の集落二部府は、オホーツク文化の担い手であったという説がある。カラフトの先住民ウィルタと同様、古くは、狩猟、漁猟をしていた。近世には、外満州の三丹人やウィルタ、アイヌと共に日本と清の貿易の仲介もしていた。二部府の男性。二部府は、 大陸アムールガーカリューブで、人を意味する語に由来するものであり、カラフト東岸では2区分。ロシア革命前はギリアークと呼ばれていた名称はロシア語風に名まったものであり、元はギリミといった。語源についてはギリアミ、コグに由来するとされ、ウリチゴのギラミ、大きな船に乗る人々であるとされる。アイヌはカラフト北部東岸を2区分、カラフト北部西岸や大陸を スメレンクルと呼んだ。マミア・蔵は、スメレンクル・エビスと記したが、カラフトアイヌ語の、スマリとアイヌ語で人を言う、クルを合わさた、キツネビトと意味する名称という説がある。右が男性、中央が女性の二部婦左はアイヌの男性アムール川下流域からカラフト地域に居住していた、吉里サト名は、モンゴル建国の後進向かりの子孫であるしでの、 厳正により1263年にモンゴルに服従した。翌1264年に、吉里名の民は、区外やまた佐藤が、毎年のように侵入してくるとの訴えを区外に、対して報告した。ここで言う吉里名は義理役区外はアイヌを指している。また佐藤に関してはかつてツングース系民族と見る、説が有力であったが、近年では、 区外とは別のアイヌ系集団であったとする説が唱えられている。この訴えを受け、岩長は国外を攻撃した。これがいわゆる北からのモロコ襲来の初めであり、西日本に対する侵攻より10年早かった。1808年、マミア林造がカラフト西岸の二部集落を訪れる。1809年に海峡を渡りがい満州、アムールガーカリュブに入った。 カラフト時代、第二次世界大戦前、南カラフトの居住者はカラフト戸籍に登録され、カラフト同人として日本国籍を保有した。1945年以降カラフト戸籍にあった二部府の参政権が停止されたものの、北海道へ移住した者をいた。1952年のサンフランシスコ平和条約発行の際、収積という形で参政権を回復した。 現代のアイヌ、民族移動のロマンによれば、しり3世帯、函館2世帯、札幌3世帯で30人いたとされる。ニブフ語の方言は、当初と大陸のアムールガー流域で大きく異なり、別言語とされることもある。ニブフ語は孤立した言語であり、便宜上古シベリア書語の一つとして扱われる。伝統的な衣装を着たニブフ。スキートコスクサファリン州下着には、 ズボン下とシャツがあり、その上からズボンと膝まで達するシャツを着る。シャツは左から右へ合わせ、首と胸のところで留める。肌着は中国製の青または灰色の木綿で作られる。暖かい時には下着だけのことが多いが、夏でも寒い日には犬の毛皮の街灯を着込んだ。履物はアザラシの革製長靴であり、甲の部分と 靴底分けを取り除いたアザラシの皮を利用し、胴の部分は毛を表にしたアザラシの皮で、膝まで達し、ズボンをその中に入れて、紐で縛り付けた。被り物は、雨と日光を避けるために、ヒブハクと呼ばれる傘を被る。女性はロシア語では、ハラートと呼ばれる膝元まで達する、魚皮製のシャツを着いる。夏の村、マミア・林蔵やシュレンクは、二部府の建物を四つに分類している。 結拠結拠せざる者の許可結拠する者がついるところの家倉庫、結拠というのは半地下式住居のことで二部符語でトルフトーレイフと呼ばれる。現在では見られなくなったが、1960年代までは存在していたと見られる。外観は土満汁の形を成しており、冬には雪に覆われ、煙出しの部分だけが黒く見える。内部は木で、 ピラミッド状の骨組みが組まれ、その上から土を被せて、外壁としている。天井には、玉口と呼ばれる煙出し穴があるが、明かり取りの役割もあった。入り口は必ず東向きに作られ、土間銃から突き出ている。半地下なので敷居と土間の間に段差があるため、階段がある場合とない場合があり、いくらか危険がある。結局るの許可というのは19世紀になって、 ニブフに広まった結局に変わる住居スタイルであり、ニブフ語でチャドルフチャドリフと呼ばれるものである。これは丸太を組んだログハウス状の家屋であり、半地下ではなく地上型となったため、窓ができて明かり取りがシアックスなったが、冬に寒風が吹き込んでくるという問題点があった。内部は土間があり、かまどが2つある。土間の中央には犬を飼うための長い板が設けられていた。 結挙するものなついるところの家というのは、二部府の夏季の家屋であり、ケルフ・ケリブと呼ばれる。二部府は10月から5月までは、冬用の家で暮らすが、5月から10月は、夏用の家で暮らす。夏季用住居は地上にそのまま建てる、地上式と、杭状に建てる高床式があった。倉庫というのは、高床式倉庫のことで、二部府語で、にょにょと呼ばれる。構造は、 書き用住居のケルフとほぼ同じであるが、食料庫として利用されていたため、杭の上にはネズミよけが設けられていた。スモ略の調査によると、19世紀末から20世紀初頭にかけてギリアークの氏族は67を数えた。氏族名はクマ、アザラシ、鳥などの動物名、人のあだ名、一年の月名、場所名などに由来するものが多かった。伝統的料理も寿司として、 魚、肉を食べる。魚は、酒類や蝶ザメであり、干し魚や刺身にして食す。肉は主にアザラシであり、アザラシは煮て食す。他にはクマ、キツネ、オオカミ、アナグマなども食す。また、干し魚は魚油、または、怪獣油に浸して食べる。熊祭りに部府のワ焙煎食体派プログループの構成は、タジマイトールによれば、C2 が八。 21イコール38.1%、O が6、21イコール28.6%、P が4、21イコール19.0%、R1A が2、21イコール9.5%、その他が1、21イコール4.8%である。ウラジミール・ニコルビッチ・ハリコフが行ったサハリン州の十二人の二部付属の Y 染色体ハプログループの分析では、 C2 が71%、O2 が7.7%、Q が7.7%、D1 が5.8%、O1A が3.8%、O1 ビットが1.9%、N が1.9%となっている。ありがとうございます。